はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね。新イベントということで、隠しステージの、ね、開放条件、そしてレア妖怪の出現ステージなど攻略情報については動画の概要欄にまとめておきます。さあ、いよいよね、ラスボスまで来ましたよ。今日はですね、特殊能力持ちキャラなしで裏マップのね、強敵の攻略やっていきます。さあ、まずはね、ここを倒してですね、裏マップ行きたいなと思います。さあ、今回国神の闇最終章開幕ということで、国神ウォッチのね作成、国神ウォッチ連のね作成があります。ただ今回のイベントだけでは完結しねえというね、次回に続くっていうねスタイルなんで、まあそれもなんか、まあたまにはいいかという気がしますけども。さあ、ラスボス倒しました。さあ、裏ルート解放されました。いつものやつですよ。さあ、裏マップ、お、国神今チラッと出ましたね。さあ、そして国神ケガーレ。さあ、封印強敵。さあ、パワーの封印はいつものように6つということで、さあ、これ封印してね、倒していくことになります。さあ、1の1いきましょうか。さあ、山吹鬼反撃お邪魔玉。さあ、ここのステージは攻撃力アップが使えます。そしてダメージカットも使えます。反撃厳しいんで、ダメか打っておいて必殺技叩き込みがね、いいんじゃないかと思います。そして攻撃力アップね、スコアタ報酬で交換できます。ドグシャックをおすすめです。さあ、そして重ね書きします。ダンドリーね、使っていきましょうか。守っていない方は何でもいいかと思います。攻撃力アップの強いやつ。さあ、そしてアタッカーは1か使っていきます。体力に消し。そしてサブアタッカーは雷光武士に扱っていきます。さあ、こんなパーティーでやっていきます。まあ最近はね、ちょいむずと言いつつむっちゃ難かったりするわけで、なんとか特殊能力持ちキャラなしでね、攻略していきたい。さあ、ここはですね、フィーバーインからの必殺技叩き込みでいきます。さあ、言ってもまだ1の1だからね。さあ、フィーバータイム入りました。ここで、さあ、ちょっとバフが溜まってねえなバフが溜まってねえ。ここでまずはダメか打っておきます。これで反撃を抑えつつ攻撃力アップ、重ね書きします。さあ、そしてアタッカー1か、いいよね。そしてもう一発いきます。さあ、 HP56 万なんでいきましたね。156万。まあ、こんなにね攻撃力アップとかね、てんこ盛りにしなくても倒せそうな気がします。さあ、次は1の2いきます。さあ、ここはケガレ反撃効果無効、フィーバーゲージ吸収、モリモリっすね。ダブルゼータ縛りと、ここはこんなパーティーでいきます。薄ら影でいきます。薄ら影やっぱり強いんだよね。メディを出す、技ゲージが溜まった状態でスタート。そして黒竜使っていきます。ダブルゼータ、薄ら影の種族効果アップです。そして将棋のカチカチ、こちらも強いキャラ。技ゲージが溜まった状態でスタート。そして感知バル使っていきます。たまにダメージを減らす。さあ、汚れのステージ。さあ、ここはね、フィーバータイム外でいきます。まずはデカブに作っておいて、さあ、技ゲージを多く貯める。また必殺技連発叩き込みでいきます。さあ、カチカチ打って、さあ、デカプニの技ゲージを多く貯めるからの、さあ、結構 HP がね54万なんで結構あります。さあ、連発していく。やっぱカチカチ強いよね。コンボ数稼ぐ、151コンボからの、さあ、これでいったか。
ちょっと足んねえ、もう一発いくぜ。いきましたね。さあなんとか倒すことができました。さあ支援ケガレ、さあ星集めもやっていきます。消費必殺の秘伝書。さあそして1の3は、おう四天童子来ましたね。反撃効果無効、技ゲージ吸収きた。これ一番嫌なやつ来ましたね。しかもプレイ条件あります。このパーティーでいきます。ウスラかけていきます。さあマイキー復活があります、ワンチャンあります。そして時刻点汚れ、こちらも前傾ちゃんとデカプリの技ゲージを貯める非常に強いキャラ。そして暴走日の神、マジで強え。うすら影、うすら影の種族効果アップからのペコちゃん使っていきます。ペコちゃんもねこのスキルでねサイズアップがあるんでワンチャンあります。そして感知バルト、スキルが優秀です。たまに受けるダメージを減らす。さあこれでいけるのか。僕はですねこの技ゲージ吸収ギミックがね一番嫌いなんですよ。せっかく食べてもね吸収して全然技が打てねえみたいなしょぼしょぼなんですけども、ここはちょっと薄ら影の強いキャラでうまくデカプニをね作ってですね必殺技連発するパターンで、さあ削り切れるのか。 HP がちょっと低めなんだよね、55万。さあまだワンチャンあるのか。ペコちゃんいきます。ペコちゃん強いよね。ホロライブとのコラボまたやってほしい。年に2回ぐらいあってもいいんじゃないの。おいい感じじゃないですか。ギリいけるかペコちゃん。これでおっとちょっと足んねえ吸収がいやらしい。復活からのマイキー、おっといきましたね。ギリいけました。やべえな、マジやべえ。やっぱペコちゃん強えな。さあ消費必殺の秘伝書。さあ1の4は、さあエルゼメキア、汚れ、反撃、効果無効、お邪魔玉、フィーバー時間短くなる。マジか、激ムズ。こんなパーティーでいきます。さあクロスエンマ、今回王族が使えるんでちょっとワンチャンあるんじゃないか。クロスエンマね、サイズアップ。そして百鬼王エンマ使っていきます。スーパーフィーバー、やっぱフィーバー強化はね強いです。復活があります、ワンチャンあります。そして剣を使っていきます。こちら前傾者デカプニの技ゲージを多く貯める。そして暴走エンマ祝い使っていきましょうか。サボり10秒があります。そして極エンマ使っていきます。大量プリ消し、そしてフィーバーゲージが溜まった状態でスタート。これでですねフィーバーインからの必殺技叩き込み、ちょっと短くはなりますけどもスーパーフィーバーをねうまく使ってなんとか削り切りたいね。さあデカプに作っておいて、さあフィーバーインからのデカプニの技ゲージを貯める。そしてあとはもう必殺技連発でなんとか削り切りたい。スーパーフィーバーからの技ゲージを貯めるからのまだいける63万か。おっと足んねえ、もう一発もう一発、おっとクロスエンバーいきましたね。やべえむっちゃ強えエルゼンミキア、汚れちゃってますけども。さあなんとかクリアすることができました。消費必殺の秘伝書。さあそしていよいよプニガミ汚れ。さあ封印の方は235ということで、さあ残りはプニットショット40回、
そしてプニットショット9回10回ということで、まあ、封印ちょっと残ってますけども、さあどうなの今回国神汚れ。おっとパワーダウンきた、これいつものやつじゃねえか。そして HP なんじゃこりゃ、桁がぶっ飛んでる。しかもランク UZ ということで、今回からマップドロップの強敵がランク UZ になりました。なのでもうこれは周回して限界突破しておきたいところ。しかしおっと、もう即死級じゃねえか、なんじゃこりゃ、やべえぞやべえぞマジでこれはゴルフで封印していけんのか。即死級です、無理ゲーです。あらら、負けちゃいましたじゃねえよ。さあそれではプニットショットやっていきます。さあこんなパーティーでやっていきます。プリチーズ染めでいきます。さあ今回ねやばいよね、特殊能力持ちキャラプニットショットがちょっとね少なく弱くなってんだよね。特に強い方がトリプルゼータ2体、そしていつもだったらダブルゼータの方にもね強い方の特攻つくんですけども、今回弱い方ということでダメージは587と、やべえなマジやべえ。そして30ポイント、